すみません、ちょっと持ってます。このような形で回していただきまして、右足で、なるほどね。申し訳ございません。ありがとうございます。全然悪気がない言い方ですね。こちらも、はい、その両親を殺されたから復讐にすごく燃えているんですけど、うん、その中で起こるいろんな感情が、怒りとか切なさとか悲しみとか、もうそこにすごく見入ってしまって、あっという間の90分でした。パカ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 、これつけてませんからね、これね。よろしいですか。復讐したい人ですか。はい、こんなことされたから復讐したいな、あいつにはみたいな。私20代前半の頃に、はい、お付き合いしてた方が、うん、実際独身って聞いてお付き合いしてたんですけど、はい、奥様と子供がいらっしゃって、あれ知らなくて、はい、騙されて付き合っていたので、はい、でその方は独身だよとか、うん、結婚も考えてるよみたいな感じで言ってきてたので、うん、もうそのまま信じてしまって、でやっぱり私は愛人にしたいナンバーワンって言ってもらってるんですけど、うんうん、愛人にはなかなかなれない体質で、一番になりたいので、ええ、やっぱりちょっとお別れしましたね。すごく辛かったですけど。今だったらですよ。今だったらですか、はい、今、え、もし今復讐するどうします。今私結構強くなってるので、はい、多分家庭壊しますね。何でしょう、乗り込みます。乗り込んじゃう、はい、家庭を壊す、はい、ちょっと危ない危ないやつです、それ。見つめたまま好きになっちゃったっていうのが一番男性はイチコロイチコロ怖いです。ちょっともうそこで笑われたら怖いですよ。イチコロでした。はい、イチコロですね。私自分から行くよりこう来られて、はい、こう押し倒されちゃう方が多いので。押し倒されるってもういきなり現場になってますね。もうね、その前の段階の話聞いたんですけど、現場の話になっちゃってるから。いやいや、とんでもとんでもない。そういうのが欲しいんですよ。そういうの欲しいんですよ。弱くて、はい。